では早速、セイトタイガーシリーズ2の製品発表をさせていただきたいと思います。まあ、すでにスライドでご覧いただいてます通り、外観はそのままこちらになっております。でこの手前にありますのが、タッチコントロールになっておりまして、誠に恐縮ですが今ちょっと電源を落としている関係上タッチパネルは見えないんですけれども、もうこちらの方で、装置内にパソコンをタイガーは備えてますので、こちらだけで操作をして結果を見ていただくことができるようになっております。またこちらの中が見やすくなっていると思うんですけども、サンプルチェンジャーになっておりまして、実際に開けてみたいと思います。こちらがサンプルチェンジャーですね。オートサンプルチェンジャーになっておりまして、こちらの方が実際にサンプルを運ぶチェンジャーの機械となっております。でこちらの方は最大75個のサンプルを置いていただきまして、自動で測定をしていただくことが可能になっております。まあ、このような形でトレイを取り外していただきまして、サンプルの前処理をしていただくような現場で実際に処理をしていただいて、サンプルを置いてトレイにセットをしていただく、このような形で測定をしていただくことができるようになっています。で誠に残念なんですけれども、蛍光 X 線波長分散型の装置は中をお見せすることができないので、その辺は非常に残念なんですけれども、柴田の方からご説明させていただきました、波長分散型では世界最小のスポットサイズ300マイクロのコリメーターがこちらになります。左側にありますのが、1.2ミリ、右側にございますのが300マイクロ世界最小のコリメーターマスクとなっております。こちらの方を使いまして、重元素だけではなく軽元素の測定も可能にした装置になっております。特に装置でございますけれども、フットプリントもこれだけとなっておりまして、波長分散型では世界最小のフットプリントとなっております。特に1キロワット1000ワットの X 線環境のタイプにではですね、この外部冷却水が不要でありながら、この装置本体だけでベリリウムからウランまで測定をしていただくことが可能な装置になっておりまして、まあ、省エネという観点だけではなくスペースの問題から日本のお客様の方に1キロワットの装置をご支持いただいております。はい。まあ、現場の方から以上になりますけれども、何かご質問があればよろしくお願いいたします。